球根つながりでもう一つやりたいことがあります。ヒヤシンスが入ってるはずなんですね。で、腐ってなければ今年も出てきてくれるんじゃないかなと思ってるんですけどね。これをちょっと確認がてら見てみたいと思います。確認します。そーっと開けてみます。この手前はね、去年の土なんで出しちゃいます。いますね。あ、ここに、わかります。ちっちゃな芽が出てます。あ、よかった。大丈夫。こっち側はどうかな。そーっと。ここにいますね。違うか。あ、いたいた。こっち側も、ここにいます。芽が見えます。なのでヒヤシンスを傷つけないように、ここに新たな球根を植えてきます。このプランター小さいんですけど、植えっぱなしの球根に、球根じゃないプランターにしたいんですね。なので植えっぱなしで大丈夫なお花の球根を植えます。この辺もちょっと閉じて、あ、ちょっと目が痛んじゃった。そーっとそーっと、ちょっと古い土を払って、新しい土を入れます。球根を入れたいので、ここに何の球根を入れるか、まずはこれだ。早咲きのクロッカス、クロッカスの球根を手前に、早咲きなので早く咲いてほしいんですよ。よいしょ、手前に本当は何センチか開けた方がいいね。球根8、プランターの場合5センチ開けろって書いてあるんだけど、5センチも開けたら置ききれないので、9球だけど入れちゃいます。でその奥にですね、これ毎年花が咲くチューリップ、原種系のチューリップって言われてますよね。15球あるそうなんですよ。なんで適当に散りばめてきます。ここにビオラも一緒に植えようと思ったんですけど、ビオラじゃなくてちょっと先にアリッサム、アリッサムの球根を先
に植えちゃおうかなって、球根じゃない、アリサムのお花を先に植えちゃおうかなって思います。あ、ここにも芽が出てる。ヒヤシンスの球根って毎年出てくるんだけど、だんだんちっちゃくなってっちゃうんですよね。よいしょ、隠して、あとで札を立てて何を入れたか分かんなくなっちゃわないようにしなきゃね。クロッカスは手前、チューリップが真ん中、奥側にヒヤシンスです。紫なので、これが可愛いかな。2色で存在感があるので、これを真ん中に入れたいんですけど、チューリップの芽を真ん中にも入れちゃったな私。ちょっとだけ、この真ん中に植えたいので、よいしょ、本当に根を傷めないように。よいしょ、濃いアリサムが前、ピンクのアリサムが後ろになるように植え付けました。よいしょ、ちょっと寂しい感じがするんで、ちょっとデコレーションで可愛くしたいと思います。テリアさんで買ったシザルアサ、おしゃれに飾って、まだ保温対策ってほど寒くないので、ちょっと寂しいから隠すだけです。こんな感じですね。これもクリスマスの時期になったらクリスマスのグッズでクリスマスっぽく飾りたいと思います。このガーベナが植わっているプランターにスーパーチュニアを一緒に入れて冬越ししたいと思います。ちょっと古い土を引っ張り出します。降りるの？降りるの？降りるなら下に行こう。
で、ジュリエット、この子、ペチュニアモダンローズ、ジュリエット、この子も一緒に入れて冬越しさせようと思うので、小さくします。で、この子はもう刺し目をしてあるので、とにかく小さくするだけです。してみます。よいしょ。1、2、3、4、5種類、ペチュニアとかスーパージュニアとかとバーベナが入った冬越しのプランターです。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。おまけでは、見えなくなってから1年、お庭をたくさん歩けるようになったピノちゃんと、お掃除しながらついていくおかちゃんの映像でお別れしたいと思います。全く歩けなかったピノちゃんがこんなに歩けるようになるなんて1年前は思ってもいませんでした。目が不自由になったワンちゃんの飼い主さんもちょっとは安心してほしいです。